見える状態にもなってきたんですよ。すごい本当に。トイレからこういう物体を取れるというワンポイントアドバイスになります。片付けオンライン。お久しぶりです。またまたまた小松です。いつも小松でごめんなさい。ということでですね、本日もゴミ屋敷のお片付けなんですけれども、本日のお客様はこの後退去されるということで、ゴミ屋敷から退去までのですね、簡単な流れを私たちなりにまとめてみましたので、ぜひご覧ください。ということで、行ってみよう。ぴょん。はい、では現場の方到着いたしました。中の方を確認を。下の方が段差になっていて、上の方には見えますかね、クモの巣が張ってますね。いやー今日も楽しくなりそうだぞ。ここが台所ですね。台所からメインのお部屋に入ってきます。ここがメインのお部屋か。今袋詰めされているものはですね、お客様の方で袋詰めをしてくださったようです。こういう形になってるんですが、お客様からメインでですね、トイレの中がちょっとすごい状態になっちゃってるということで、ああこういうことですね。はい、了解いたしました。楽しみだな。よし、やっちゃうぞー、やっちゃうぞー。せーの、ぴょん。ということで、はい、現場の方に到着いたしました。ではステップその1ということでですね、この中で残すものがありますので、それをですね、間違って捨てちゃわないようにお客様から聞き取りの方を進めていきたいと思います。で、その2ということでですね、今聞いた内容を、作業員全員に周知して、伝えてですね、間違いのないように作業の方を進めていきたいと思います。では、次はですね、ステップ3の方は中の方で。佐野さん、早い早い早い、ちょっと待って。佐野さんということでですね、まずは、メインのお部屋を片付ける前に搬出経路を確保するためにですね、こちらの入り口近くから片付けていきたいと思います。まいさん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 、こっちから搬出経路を雲の巣でまたやって。おかえり小松さん、今日も元気がいいですね。はい、はい、いつも元気もりもり。またまた小松です。すいません。ゴミ屋敷あるあるというかですね、よく言われるのはペットボトルとかの飲み残しですね。まあこういう子にあるように水なんかも最後まで飲み切らずに少し残っているっていうことが多いっていうことがよくあるんですけど、もう一つゴミ屋敷あるある、私が感じた個人的なゴミ屋敷あるあるとしましては、こういうですね、収納スペースがあるんですけれども、基本的にゴミ屋敷になってしまう人は収納スペースからです使ってません。なので、まあそれから何が言えるかっていうと、収納スペースはあるんだけど、収納が苦手っていうような形でどんどん物が出ていってしまう。で、増えていってしまう。で、使ったらそのままっていう形になって、ゴミ屋敷の状態になってしまう可能性があるので、収納スペースがあったらうまく使うようにしましょう。できる限り活かして使っていくと、こういう状態を回避できるかなと思います。小松さん、今日のこのお部屋の状態は、どうですか、いつもやってるゴミ屋敷と比べて。そうですね、比較的物の量はちょっと少なめっていう形なんですけれども、やっぱりこうやって見てもらって分かるように、もうこの1箇所だけでもペットボトルや缶であったり、腰になるようなチラシですね、があるので、一度今武田君がやってるように手にでガッとすくい上げてですね、その中で、分別をしていくっていうやり方が一番こういう場所ではやりやすいかなと思います。経路確保できましたので、メインのお部屋に行きます。ということで、4ということでですね、4はメインのお部屋のお片付けになります。動いた。はい、 OK です。よしよし、 OK。 あと僕、髪伸びましたね。髪伸びましたよ。はい、髪切りに行かないとね。はい、じゃあ4ということでですね、メインのお部屋ですね、これから片付けていきたいと思います。ということとしましては、
先ほどの搬出経路と一緒でですね、缶であったりプラスチック製品であったり紙類であったり分けていくんですけれども、やはりですねこのような形でペットボトル自体がですねだいぶ汚れてしまっております。であったりこういうお豆腐のカップみたいなものですね、そういうものも汚れてしまっているので、本来ここにあるですねプラスチックマークのプラ製品ということでリサイクル対象なんですけども、こちらは汚れてしまっていてリサイクルできないので燃えるゴミと一緒にして今回は分別をしていきます。ジェン の方でも詰めてもらっていたものがあるので、ただこれですね、このまま業者さんに渡してしまうと中に缶が入っていたりする可能性があるので、今一旦こちらの方に持ってきて、ここでですね、確認の方を今確認作業の方もしています。やってみよう。メガネはあ、これはですね、ガラス製品を入れるときは、袋の中で割れたりして跳ね返ってくることがあるので安全のためにメガネを。はい、今ですね、だいたい30分経つか経たないかぐらいなんですけど、最初あった状態からですね、床の方がだいぶ見えるようになってきました。もうがですね、床がもう見える状態になってきたんですよ、すごい、本当に。どういうこと？武田さん、今日は口パクが少ないですね。今日は暑くて、暑くてちょっと息がしづらいよね。ちょっとずつ片付いてきました。袋詰めしたものがいっぱいになってきましたので用途に合った業者さんの方に渡していきたいと思います。ブラックホール、ん？ブラックホールです。今ですねだいぶ、広くなってきてだいぶ動いたらですね体の方が暖かくなってきましたので、ちょっとイメージチェーンのようにですね少し服を脱いだりしてですね、して皆さんに新しい新鮮な動画をお届けしたいと思っております。踊ってるからって言うんだよ。今お掃除してたらですね鍵が出てきました。最初に残すもののリストとして聞いているものの中に鍵は入っていないんですけれども、多分ご自宅の鍵だと思うんですよね。これの鍵についてはですね、お客様の方に確認していきたいと思いますので、最初に聞いているものではないんですが取っておきたいと思います。紹介するものですね。今、出てきましたので、こういう箱なんかもですね、再利用させていただいて、普通の袋に入れるものではないですね。例えばこういう家電製品とかですね、こういったものを入れるものに使っていきたいと思います。今、だいぶ片付いてきたんですけど、もし今この動画を見ている皆さんに、私の家もこれに近い状態だったり、僕の家もこれに近いかもとかっていう形で悩んでる方がいたらですね、業者さんに相談していただいて片付けていただくっていうのはすごい早いことなんですけれども、お見積もりなどしていただいた時にですね、お見積もりの中で単位の部分ですね、どれだけゴミの量があるんだろうってなった時に単位の部分で M23 っていう数字があって、まあメートルとかミリメートル、ミリとかセンチとかいろいろあるんですけど、 M23 これ流米っていう言い方をします。じゃあ果たして1リューベイっていうのはどういうことなのかっていうことなんですけど、1リューベイというのはこの1メーター1メーター真っ赤くの四角い箱をイメージしてください。でこの1メーター真っ赤くの箱の中に入る量で1リューベイという形になっております。そういうお片付けのお見積もりの中にはですね、リューベイという単位が入ってきます。よく入ってきますので、もし見ている方はですね覚えておいていただけたらというワンポイントになります。ワンポイントアドバイスになります。今ですね片付けている中からお金ですね、現金が出ました。先ほどからもですね実はちらほら1円玉が出てるんですけれども、よく
問の中でもあるように、こういったものはどうするのって言うんですけれども、お客様の方に最後確認していただく段階ですね、に、こういったものがありましたということでお返ししていきます。横の方に避けておきたいと思います。綺麗になりましたのでガーっていうことでですね、充電製造ですね、お客様から依頼されている台所と、ちょっと映像を流せるかどうかあれなんですけど、トイレですね、この2箇所の方は、この後充電的な掃除の方をしていきたいと思います。はい、では、ちょっと充電的な掃除をさせてもらうトイレの方を説明していきたいと思います。ちょっと映像の方ではですね、モザイク処理かかってしまっていると思うんですけれども、状況の方を説明させていただくと、トイレのですね、水が抜けてしまって、で、そうですね、中の方の大体トイレの、8割型、うんぴーがこびりついている状態になっております。排泄物の方をですね、ちょっと覗いて、このような形でですね、トイレからこういう物体を取れるという状態ですね。はい、じゃあこれからですね、キッチンとトイレと、お風呂場ですね、3箇所、3人に分かれて掃除の方をしていきたいと思います。今、排泄物がかなり固まっているので、はい、それをまず取れる範囲取っていきます。なかなか根強い汚れですよね。そうですね、やはり汚れっていうのも水分がなくなって乾いてしまうとカピカピになって取れなくなってしまうので、うん、一度洗剤つけながらですけど一回水をつけてですね、汚れ自体をちょっと一度生き返らせるというか、うん、掃除の基本は上からやっていくっていうことで、この先に下やっちゃうと上汚れたのがまた流れちゃうので。なるほど。はい、はい、今ちょっとシンクの方を掃除してたんですけれども、見てもらって分かりますかね、この汚れの部分なんですが、これ汚れではなくてですね、シンクの錆になります。で、錆びたところからですね、このように穴が開いていて下とつながっちゃってるんですよね。で、今擦っていたんですけれども、このままですと他のところにも損傷が起きる可能性があるので、ちょっと一旦シンクの方がここでストップしたいと思います。おお、あの状態からだいぶ綺麗になりましたね。白いところがだいぶ見えてきましたね。気持ちいいですね。お風呂場はこのような状態になりました。綺麗になりましたね、だいぶ。トイレはこのような状態まで回復いたしました。はい、ただいまですね、こちらの掃除の方が終わりました。ちょっとまだ黒く見えてる点があると思うんですけれども、こちらは酸焼けといってですね、表面がボコボコになってしまって、そこに、汚れが入ってしまっております。またはその溶けたものがですね、固着して汚れているので、これは取りきれないものになります。なんで先ほどのですね、シンクの方の、穴と踏まえてですね、お客様の方にお伝えして、退去になるということですので、ここら辺式は交換になるかと思います。で、そのようにお伝えしていきたいと思います。ということでですね、今回のお掃除なんですけれども、これにて終了となります。ということで終わります。また見てね。わー。